皆さんこんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では慶応義塾大学環境情報学部の2015年の英語の問題から大問2の語法三択問題について解説していきたいと思います。まず、31番について、解説していきたいんですが、傍観者を投票所に何々させる、方法というのは単純だということなんですが、まあ、これ動詞の問題なんですが、to があって、投票所に向かわせる、傍観者を投票所に向かわせるという、誰かを、投票所に向かう、人という主語を取って、さらには、後ろに場所を、意味する、場所に向かわせるという意味を取れる、動詞はどれかというと、1番、なしであって、なじえと B で A に B A に対して B に向かわせるという A を B に向かわせるというのが正答となりますと。そして32番に行きたいんですが、32番は前置詞の問題であるんですが、前置詞が3つあって、Facebook の協力で何々で、Facebook の協力何々に対して、研究に対して、研究に対し、研究を行っている政治科学者という人たちが、画像を仕掛けた。画像、どういう画像かというと、投票所を検索するリンクを含む画像と、自分が投票したことを、クリックして示すボタンと、さらには、同じことをしたと、投票を行ったという、と行った、Facebook 上の友人が、友人のプロフィール写真最大6つから、構成されている、映像というものを、画像というものを、政治科学者がの実験において、何千万もの、利用者に、者の、ニュースフィード、Facebook の、そのタイムラインだったり、ニュースフィードといったものに、載せていったということなんですが、これを見ると、Facebook の上ので行う実験に対して、Facebook の協力が伴って、政治科学者が実験を行ったというニュアンスにあるので、Facebook の協力とともにというような意味合いを持つのは、32番は2が、ともにというのが正答となります。そして33番に行きたいんですが、33番は、形容詞の問題なんですが、別の Facebook ユーザーのグループというものが、選挙に、投票を選挙に行こうというメッセージだったり、さらには、選挙投票を呼びかけるメッセージだったり、さらには、投票を呼びかけるものの、何も見せられない、何も見せなかったグループもあったと。投票したというリマインダーを見せなかった、受け取らなかった人たちもいたということなんですが、これに対して、Facebook に対する実験、さまざまな Facebook を使った実験というものがあったものの、Facebook のグループの中には、選挙に行ったということに対するリマインダーを、受け取れなかった人もいれば、政治メッセージを受け取った、何々な政治的なメッセージを受け取った、示された人たちもいたと。いうことなんですが、メッセージにかかることができる形容詞が3つのうちどれかということなんですが、まず3番、遺伝のというのは除外と。1番と2番なんですが、
気前の良いメッセージだと、ちょっと不自然な、ニュアンスになってしまうので、33番は1、一般的なというのが正答となりますと。第4段落に飛んで、34番に行きたいんですが、34番は、動詞の問題なんですが、その、小さな、投票率の増加というものが、新しい投票、多くの、新しいと新たなる投票に何々かってことなんですが、これ、投票率の増加によって新しい投票へとつながったというような意味合いになってくるので、その何々へとつながった、結びついたという意味合いを取るのは、34番は1番、何々へと結びつくというのが、正答となりますと。後ろの方に、文章として、結果として、Facebook のグラフィックというグラフィック、先ほどの実験というものが直接、6万人もの、投票者数を生み出して、でさらには、その日の、選挙で34万人もの、投票数になっていったというふうに、具体的な説明があるので、ここでは、小さな、投票率の増加が、たくさんの新しい投票数にへとつながっていったという意味合いになるので、改めて34番は1が正答となります。第5段落に飛んで、35番に行きたいんですが、35番は、副詞の問題であるんですが、後ろの、このコンテスト、議論するという、動詞があって、議論され、仮説を立てて、仮説的でかつ、何々議論された、未来の選挙というものを考えてみようということなんですが、議論するという、動詞にかかることができる、副詞がどれかというと、35番は、2番、激しくというのが、正答となりますと。そして36番に行きたいんですが、36番は、前置詞なんですが、その情報を、プロフィールにすでに、埋め込んでいる、含んでいる多くのユーザーの何々でさえも、彼、Facebook の CEO という人がいて、Facebook の CEO という人たち、マーク・ザッカーバーグという、有名な人なんですが、ご存知の方、Facebook の CEO が、何かを活用していると。ある事実、Facebook というものが、Facebook のいいね、Twitter のファボだとか、そういった、特定の、投稿に対して、いいねを押す。ものがあって、そのいいねに対しというものが、政治的な見方、政治的な姿勢であったり、特定の成功への貢献度というものを予測しうるのだと。すでに、そのような情報、要するに、政治的な、政治姿勢であったり、特定の政党への寄与度合いといったものの情報を、プロフィールにすでに置いてある人の何々ですら、何々でさえもということなので、多くのユーザーが、そういった政治的な姿勢であったり、政党への肩入れ度合いといったものをプロフィールにすでに書いているけれども、それ以上にそれを、飛び越して、予測しうることができるというようなニュアンスを、考えると、そういった人たち、そういった、人たち、多くのユーザーでない人たち以外でも、予測することが、そういった政治思想や政治姿勢を、含めている人が多くいるけれども、それ以外の人であっても、政治的な姿勢であったり、政党への寄与率を、
予測することができると、 Facebook のいいねが使うことができるというのを踏まえると、36番は3半以外のというのが正当となりますと。でもって37番に行きたいんですが、37番は、後ろの動詞によって選挙の結果というものを何々しうると。でこのことはということなんですが、このことはというと、その知識によって、その知見によって、彼、Facebook の CEO、Facebook の、幹部という人たちは、彼の思想、要するにマーク・ザッカーバーグ、Facebook の幹部、CEO とに賛同しないユーザーの、フィード、ニュースフィードに、変更を加えないようにすることを選択することができる。加えないようにすると決めることもできるということが、ないないだということなんですが、これを踏まえると、選挙結果というものを、マーク・ザッカーバーグが、マーク・ザッカーバーグの意見にそぐわない人のニュースフィードを変えないように、することによって、何か誘導することをして、で選挙結果に対して影響を与えるとか、選挙結果を変えることができるというふうなニュアンスになるので、そのようなニュアンスを含むことができるのが37番では2、ひっくり返すというのが正当となりますと。第6段落を超えて38番に行きたいんですが、38番は動詞であって、主語はすべての種類の要素、すべての種類の要素というものが、ツイッターやフェイスブックがフィード上に見せているものや、さらには、Google や Bing、検索エンジンが検索結果に見せているものを何々する。ゲリマンダー、デジタルゲリマンダーというものがあって、デジタルゲリマンダー、ゲリっていう、デジタルゲリマンダーの、一例というのがあって、上の第5段落の、やつが、デジタルゲリマンダーの原因であると。デジタルゲリマンダーの一例であると。要するに、Facebook の、CEO が、特定の政治思想を持っていて、その Facebook の CEO の政治思想というものが、ものにそぐわないユーザーに対して、Facebook の CEO と、同じような思想に誘導させるように、さまざまな、手はず、さまざまな、Facebook の CEO との政治思想が反対の政治思想を持っていたり、反対の政党を持っている人たちに、故意に、Facebook の CEO と同じ政治思想に誘導させていって、さらには、その同じ支持政党にさせて、選挙にも行かせて、選挙結果を覆させるという現象があって、これがデジタルゲリマンダーの一例である。要するに、Facebook CEO の、個人的な恣意によって、選挙結果であったりユーザーの政治思想を操作させるということなのですが、全ての要素が、フィードだったり、ツイッター、フェイスブックのフィードだ、ニュースフィードだったり、Google や Bing の検索結果で、表示されているものの何々になるということなんですが、全ての要素や全ての結果、全ての物事が、Facebook や Twitter の、Facebook や Twitter のニュースフィードや Google や Bing といった検索エンジンの検索結果に、反映されていって、特定の政治思想への誘導、政党支持への誘導へとつながっていくというようなニュアンスを読み取れると、38番は3、原因となるというのが正当となりますと。そして39番に行きたいんですが、39番は動詞の問題なんですが、我々が期待していることは、それらの会社、Facebook や Twitter や Google、Bing といったインターネットでサービス、検索サービスや SNS サービスをやっている会社というものが、
他の人のコンテンツに、や、に対する、開放的なアクセスというものを行い、さらにはその、開放にのプロセスに対する、開放の、まあ、手順の、まあ、手順の、変化というものが、我々が、最も有用である、まあ、関連性を持っていると、見出している情報を何々するのを、手伝うということな、まあ、手助けしているということなんですが、まあ、これは、まあ、会社が、まあ、オープンアクセス、まあ、他人の情報に、他社の、コンテンツに対する、自由なアクセスというものがあって、その自由なアクセスを行う、まあ、段階での、まあ、変数であったり、まあ、変遷といったものが、最も、関係のある情報、要するに自分たち、まあ、ユーザーが、まあ、有用だと思っている情報に、まあ、つながっていくといった意味合い、まあ、情報を、まあ、生み出すことを手伝うというような、ニュアンスだというふうに、まあ、情報を、作り出していくというような意味合いなので、まず、まあ、2番、行使するというのは、除外するとして、1番か、まあ、2番なんですが、1番は、変数や変そういそのようなプロセスにおいて生まれた、まあ、変数だったり要素といったものが、変化といったものが、情報をに対して応えるというのも、ちょっと意味合いとして良くないので、ここは、39番は3、生み出すというのが正当となりますと。第7段落に飛んで、40番に、行きたいんですが、40番は、何に注目すべきかというと、まあ、名詞なんですが、これらのビジネス、要するに、まあ、そういう IT 企業の会社、先ほどの第6段落まで述べられていた、まあ、SNS 運営会社だったり、検索エンジンの会社というものが、どこも、実際には、何々を期待し、約束していない、何々を誓っていないと、しかしながらということなんです。そのしかしながらの前に何があるかというと、まあ、デジタルゲリマンダーだ、まあ、第6段落、第5、第6段落に書いてあったデジタルゲリマンダーというものを、危険だと捉える理由というものがあって、まともに考える会社だったらそんなことはしないだろうと、まっとうな考えを持った会社だったらそのような、まあ、デジタルゲリマンダーなんてことはしないだろうというふうにあった時に、どの会社も何々を誓っていないということなんですが、まあ、要するに、まあ、デジタルゲリどの会社でも、まあ、デジタルゲリマンダーのようなことを、まあ、やろうとしていたり、まあ、デジタルゲリマンダーを行う可能性があり得るというようなニュアンスを考えると、まあ、デジタルゲリマンダーというものは、まあ、特定の偏った政治思想だったり政党に対して誘導させていくというようなニュアンスなので、この3つの中で妥当なのは40番は2、中立性というのが正当となりますと。そして41番に行きたいんですが、41番は前置詞の問題であって、Google 2010、まあ、特定の、まあ、IT 企業、まあ、SNS や検索エンジンの会社というものが、まあ、自分たちの、まあ、プラットフォームを用いて、まあ、政策、実際の政策に、まあ、影響を及ぼそうとしている。要するに、まあ、自分たちの政治的な姿勢、自社の、政治的な思想だったり、政治的な姿勢というものを、まあ、実際の政策に影響させようと行っているということなんですが、2012年の、まあ、その一例として、まあ、2012年の1月に、Google というものは、まあ、ホームページにあるロゴというものを、まあ、削除した、消去したと。何に対してかというと、まあ、アメリカで、まあ、制定されている、まあ、オンライン海賊版防止法という、まあ、まあ、今、まあ、議決、
未だまあ制定されていないまあ法律があって、それに対するまあ抗議でもって、Google がまあ検閲を生み出すであろうとまあ危惧していた思っていたまあオンライン海賊版防止法というアメリカの法律に対するまあ抗議として、まあ Google は行為まあホームページのロゴを削除したというのがあったんですが、まあ法律に対する抗議ということなので、法律に対する抗議というまあニュアンスを捉えると、ここに入ってくる前置詞で妥当なのは、1番反対してというのが正当となりますと。でそして42番に行きたいんですが、42番は名詞の問題であって、名詞のなんですが、注目してほしいのはこのブログ、新しいロゴ、まあ、代わりのロゴというものが、まあ、Google にユーザーに対して、Google ユーザーに、議会議、まあ、異議申し立てのをするように、促す、公式のブログの何々ってことなんですが、このブログという言葉にかかる名詞というのが何かというと、3番、記事というのがまあ自然なので、42番は3、記事が正当となりますと。そして43番に行きたいんですが、43番は、まあ、形容詞の問題であるんですが、ソーシャルメディアや検索会社というものが、何々なステップを模索していて、かつ、選挙において好ましい結果、そのソーシャルメディアの会社や検索エンジンの会社といったものに対して、まあ、好ましい結果を作ろうと試みている、まあ、会社というものが、まあ、何かしらの手段を持っているようであるということなんですが、ここにおいて、まあ、要するに何か、次な何かのステップを何かの段階を踏むっていうことなんですが、まあ、その何かの段階というものは、まあ、このアンド以降に書いてある、選挙において好ましい結果を、まあ、出そうとするために手段を持とうとしている検索会社や SNS 会社ということなので、まあ、ここでは、まあ、何の手段かということなんですが、まあ、まず1は初めのという手段はちょっと不適切ということなので、まあ、前に、まあ、前の段階の前の流れがあって、そこからまあ何かしらの手段を取るということなので、2の1番の手段、まあ、最初の手段というか、まあ、前の段階、前段階がもう存在している時点で1番は除外と。でもってまあ2番と3番なんですが、2番もまあ最後かどうかはまあ未だ分からないので、それこれも除外と。ということで43番は3、次のというのが正当となりますと。第8段落に飛んで44番に行きたいんですが、44番は接続詞の問題であって、接続詞の問題は論理構造を見るために前の文章と空欄の文章の論理構成を見なければいけないということなんですが、どこになるかというと、最も重要な安全装置というものが脅威となっていると。どのような脅威かというと、一定数、多くのユーザー、信頼を裏切られたことに対し、信頼を裏切られたことに対して怒りを覚えているユーザーが、たくさんの多くのユーザーというものが、別の、サービスを使うことになって、かつ、その別のユーザー別のサービスを使うことによって、会社の、収入や、評判といったものを傷つけるということに対する恐れであると。
で、そして、Google の Doodle は、Doodle にはまあひな型。要するに Google のまあ会社のホームページのロゴというものはまあ皆さんもおなじみかもしれませんけれど、まあ、Google のホームページがあって、でまあ、あの日替わりで、まあ、Doodle と呼ばれるまあロゴが変わっていくというまあシステムなんですが、まあ、Google には、まあまあ、基本のひな型というものが存在しているけれども、ニュースフィードや、ニュースフィードだったり、検索エンジンには、まあ、ひな型というものが存在しないということなんですが、まあ、要するに Google の、まあ、ホームページ、まあ、ニュースフィードや検索サーチには、まあ、ひな型というものが存在しないので、まあ、もし、まあ、そのユーザーに対して、まあ、運営会社サービスの運営会社側が、まあ、政治的な思想を誘導するような、まあ、投稿や、まあ、検索結果などを、誘導していったときに、それを、まあ、ユーザー側で確かめる、まあ、基本のひな型があって、そのひな型とずれているから、これはおかしいというふうに言うことが、まあ、できなくなってしまう。まあ、できないから、まあ、分かりにくいし文句が言えないだろうと、まあ一番の、まあ安全装置、まあ、サービスに対する安全装置というものは、まあ、ユーザーが、まあ、期待を裏切られた、まあ、信頼を裏切られたと怒りを覚えて、まあ、別のサービスに切り替えて会社の、まあ、収入や評判に対して、まあ、ダメージを、まあ打撃を与えることに対する恐れではあるけれども、実際には、ニュースフィードやサーチにはひな型が存在しないので、まあ、ユーザーが、まあ、信頼や期待を裏切られたということを、まあ、見抜いて、まあ、怒りを覚えるためにそういった信頼を裏切られたと見抜く、手はずがない、手立てがないというふうに、まあ、捉えられるので、まあ、44この接続詞はまあ逆説関係が存在していると考えると44番は1しかしというのが正当となります。そして45番に行きたいんですが、45番は動詞の問題なんですが、それらというんですが、それらはかすかに皆が知らない、みんなが知らないうちに何々だということなんですが、まあ、前の文章、この they というのが何かというと、まあ、ニュースフィードや検索結果というものがあって、まあ、ニュースフィードや検索結果というものは、まあ、ひな型がなくて、皆が知らないうち、知ることなく、誰もが知ることなく、かすかに何々しうるんだということなんですが、まあ、ひな型がないからこそ、みんなが知らないうちに、まあ、改ざん、したり、まあ、変えられることがあり得るという、まあ、ニュアンスを、まあ、読み取ることができるとなると、45番は3、手を加えるというのが正当となりますと。第9段落に飛んで、46番に、行きたいんですが、46番は、まあ、複式があるんですが、まあ、複式というよりかは、まあ、文章の、を修飾する複式なんですが、まあ、接続詞的なまあ表現なので、接続詞というのは、前の文章と、後の文章、まあ、空欄の文章の関係性を見抜いて読んでいくということなんですが、まあ、空欄の文章では、新しい、デジタルゲリマンダを防ぐための、新しい法律を作るということは、良い考えではない、まあ、良くない考えであろうということなんですが、まあ、その良くない考えに対して何かというと、まあ、要するにまあゲリマンダー、デジタルゲリマンダー、要するに SNS やウェブ検索エンジンの運営会社が特定の政治思想にまあ誘導させるために、まあ、ユーザーのまあ検索結果だったり、ニュースフィード、まあ、タイムラインなどにまあ手を加えてしまうというものがあって、で手を加えてしまって、
さらに、まあ、選挙、投票に行くことを呼びかけるシチュエーションが、まあ、あった場合に、まあ、先ほど述べた投票を呼びかける、まあ、家庭の状況があったとき、不平を言う、一番の理由がある人たちは、最も、まあ、理にかな、まあ、不平を言うのに、言い分がある人たちというのは、まあ、そういった、意図が、まあ、投票を呼びかける内容が表示されなくて、そういったものが存在するとは知らなかった人たちであったと。で、さらに、まあ、ソーシャルネットワーク、まあ、SNS だったり、まあ、検索エンジンの会社の規約というものは、まあ、その運営会社自らが、まあ、ニュースフィードや検索結果を変えることができると。まあ、会社のいかように会社の意向次第で、変えることができるということを述べていると。でもって、投票参加率、投票参加を変えていこうとする試みということは、もうすでに、まあ、ユーザー規約、すでに存在しているユーザー規約の、まあ、範囲内であって、まあ、ユーザーに、まあ、新たに働きかける必要性はないと。要するに、まあ、会社のもう規約ですでに、まあ、ユーザーの投稿など、検索結果などを変えることが、ユーザーのタイムラインなどを、まあ、変えることができて、表示する内容を変えることができるけれども、それはもうすでに、まあ、規約に書いてあって、まあ、新たに、まあ、ユーザーに働きかけることもない。ということを踏まえた上で、SNS の会社というものが、知らないうちに、まあ、ニュースフィードを変えることができて、それに対しての、まあ、新たな、まあ、それはもう本当にもともと会社の規約の範疇内にあるものであって、ユーザーに新たに、まあ、注意書きをすることはないということを踏まえた上で、新しい、法律、デジタルゲリマンダーを防ぐ新しい法律というものは良くない法律であるということなんですが、まあ、これまず3番、さらに重要なのはというのはちょっと前の文章との兼ね合いで不適切なので、除外と。で、2番もところでなんですが、話題が変わっているわけではないので、2番も不適切と。ということで、まず2番が不適切で、まあ、1番か3番かというところでも、まあ、さらに重要なのはというのもちょっと不自然なので、これも不適切となると、46番は1、しかし同時にというのが正当となりますと。そして47番に行きたいんですが、47番は、まあ、注目してほしいのはこの後ろの動詞なんですが、後ろのまあ形容詞があって、fit で、彼らが、人々と会社というものが、アメリカにおいては、人々も会社も、憲法修正第1条で、言論の自由や、コンテンツを表示する権利が存在するということなんですが、コンテンツに対して、彼らが何々だってことなんですが、彼らが、まあ、望むようにというような、ニュアンスだろうというふうに、まあ、彼ら会社や人々が望むようなコンテンツをということなんですが、その意味合いを取れるのは、フィットとコロケーションを作ってかつ、望むものだとか適切妥当だというような、意味合いを持つのは何かというと、47番は2、が正当となって、セーフウェイトで、適切だと思うというふうなのが正当となりますと。第10段落に飛んで、48番に行きたいんですが、48番は、まあ、名詞なんですが、
48番の名詞というものが、まあ、どこにあるかというと、まあ、あの回答の根拠は、まあ、実はここにあって、まあ、名詞の問題なんですが、彼や彼女の何々ということなんですが、この彼や彼女のというのは何かというと、まあ、医者や、弁護士の何々と、医者や弁護士というものは、まあ、クライアントクライアントや顧客や何々のに関する情報を他の目的で使うことができない、使うことは許されていないが、ということなんですが、まあ、弁護士の顧客と医者の何々ということなんで、まあ、対応関係が存在しているので、まあ、これを踏まえると、まあ、医者に対するまあ、客等は何かというと、まあ、患者なので、48番は3、患者が正当となります。49番に行きたいんですが、12段落の。49番は、49番はまあ名詞なんですが、ここに、ルールの、そのルールの何々があると。どういうルールかというと、連邦、まあ、1974年に、まあ、サブリミナルメッセージ、要するにまあ CM だとかテレビの放送中に、まあ、意図的でない、まあ、無意識、まあ、人々の心理に働きかける、メッセージというものが、あって、それの、そのような、まあ、テレビのサブリミナル効果、まあ、日本でも、まあ、比較的、まあ、禁止されている、まあ、テレビでの放映ではまあ禁止されているまあ手法なんですが、特定のまあ何かまあ無意識にまあ何か物事を邪気させる、物事を感じさせるメッセージというものをまあ放送中に刷り込んで、まあ特定のまあ意欲を誘導させて、テレビを通じて誘導させてしまうというまあ手法に対して、まあ1974年にまあアメリカの放送連邦通信協会が、まあ、こういったものは良くない、こういった、まあ、テレビの広告手段を使って誘導させるのは、まあ、良くないということで、まあ、禁止にしたと。で、この禁止に、このルールに対しての何々は、存在する、何このその法律に対する何々が存在するということなんですが、まあ、法律を禁止する、まあ、サブリミナル、効果、サブリミナルメッセージをまあ禁止にしたということがあって、このサブリミナルメッセージをまあ連邦通信局委員会というアメリカのまあ政府機関が禁止にしたというルールに対してのまあ根拠があるというふうにまあ述べる、まあ、法律の根拠についてまあそれからこの後具体的に説明をしていくなら根拠があるというふうに捉えられるので、49番は2、根拠が正当となりますと。そして最後に50番に行きたいんですが、50番は、まあ、前に Worst Case、 最悪の何々というものがあって、最悪の何々を避けるべきであるということなんですが、最悪の何々を避けるべきだということがあって、
何に連れてと、ど、えー、何に連れてたかというと、人工知能によって、人工知能によって動かされているプロセス、見えないプロセスによって、形成によを元に、生まれていく、見方や行動というものを形ろうとするものがより多くなってきているので、我々の言動を、避けない、我々の言動に規制を、言論の自由に、規制をかけない形で、最悪の何々を避けるべきだということなので、避けるものは何かというと、最悪の、シナリオ、最悪の展開であるというふうに、考えられるので、予定されている物事、予定されている状況、予定されているものを避けるべきであろうというふうに考えると、予測されているものはこの3つのうち、50番は1番、筋書き、シナリオというのが正当となりますと。ということで、以上をもちまして、第2問2の誤報三択問題について解説を終わらせていただきます。皆さん、ありがとうございました。